沢田の浜水平線近くに下地島空港の新入島が見える。沢田の浜は沖縄県宮古島市の伊良部島北西部から下地島北東部にかけての海岸。日本の渚百選に選定されている。東浅の浜に多数の巨岩が点在し、独特の風景を呈する海岸である。これらの巨岩の中には1771年4月24日に、 沖田八重山地震の津波で運ばれてきたものもあるが、それ以前の津波で移動したと考えられるものもある。イラブ島、下地島を代表する海岸の一つであり、夕日の名所として知られる。遠浅で水深が非常に浅いため、干潮時には沖合まで歩いていける。その反面、シュノーケリングや遊泳には適さない。沖は時間帯によって潮流がある。また、 大潮の時期には潮が満ちる際に流入する潮の勢いが強いため注意が必要である。魚がきこの海岸の下地島側には下地島空港があり侵入島が海中に突き出している。空港そばには干潟に石垣を積み上げ、潮の看板で柿の内側に取り残された魚を取る漁法に用いられる魚垣が,が残っている。魚垣は未来に残したい。 漁業漁村の歴史文化財産100選に選定されると、共に、宮古島市の有形民族文化財に指定されている。女子12学坊の、輝き孔、シャイニングエネルギーの、プロモーションビデオでのメンバーが海中で楽器を演奏するシーンはこの海岸で撮影された。ありがとうございます。